はい、皆さんこんにちは、ワネルグルビッシュです。今回は This is the Police の17日目になりますね。続きをプレイしていきたいと思います。ではいつもの通り長官からチェックしていきましょう。視聴者、元職員、実際の失業率は発表された数字より高いと証言。続いて市民所得、年明け比 9% 減少。フリーバーグ失業率史上最低を記録と。まあいいニュース悪いニュース、どれが真実なのかちょっとわからない感じになってますね。では今日も元気に出勤していきましょう。まあ一時職員を大量に殉職させてしまったダメージからは復帰しつつあるものの、ちょっとね、能力の低い職員が多くいる状態になっているので、まあそれをねどう補っていくか、これこそまさに警察署長の腕の見せ所かなと思うんですけどね。それにしても朝の7時からな、結構大変だよな。で、女性の署員を半分以上にしろと、これ無理。さあ、迷惑行為、郊外発生してますね。高齢者であるエマ・ウェストンから近隣住民について苦情。耳を突き刺すような金属音とタービンからの轟音、それに加えて奇妙なビープ音のせいで彼女の家が振動しているというのだ。窓から覗くと中に複数の人間が、まあ、人物が動き回っているのが見えた。どうしようかな。これはじゃあ、マギリカディとミルサップ2人を出しましょう。大した事件じゃなさそうなんでね。まだ夜も完全に飽ききらぬ中から仕事してますから。視聴者ありの人質事件か。地元の保護センターの患者たちが朝食時に看護師に暴力を振るった。3人の看護師が負傷し、他の看護師や患者たちは食事エリアに閉じこもっている。問題を起こしている患者たちはここから会話をしてくれなければ1時間に1人の看護師を殺すと脅している。なるほど。まあ凶悪事件の可能性があるな。大量に殉職者を出した過去の経験から、今回はスワットチームを出しましょう。迷惑行為の方はどうなったかというと、犯人には逃げられたか。まあしょうがないな、2人で行ってもダメだったか。さて、人質事件の方ですね。記者と見物人が建物の周辺に集まっている。保護施設にいる患者たちは3階の窓からその様子を見ている。裏口から中に入るべきだ。いや、交渉人を呼びましょう。よし、全員無事だな。スワットチームの派遣が1回だけっていうのが不安ですよね。この後また凶悪事件が起きた時にスワットチームが出せないので。さて、続いて無謀な基地化事件、なんだろう、ちょっとごめんなさい。怯えた女性から武装した2人の男が刀に用心しろよと叫びながら通りを走り回っていると通報があった。通行人を追いかけ刀を振り回しているという。なんか危ない奴らがいるんだな。また負傷者は出てないようだが、刀が危険であることに変わりはないと。その通り。そしたらここはバーディー・バン・ダリアスにホリンジャー、まあ、優秀な警官2人にダメ警官1人でダメ警官の経験値を貯めてあげるっていうね、育てていかないといけないですからね。ホリンジャーとマギリガディ・ミルサップに関しても一応150が平均的な能力のある警官の数値になっているようなんで、まあ全員150以上になるようにね、やっていってあげたいですよね。
さあ、三度一家からのヘルプ要請ですね。旧友が三度氏を訪ねてきて、一緒に乗馬に出かけようとしていたところに、カントリークラブのオークナーから電話が入った。よくわからないものの、チンピラたちが三度氏の馬を殴り殺したと。まあ、いいとは言えないけどね。器物破損になるのかな、動物だと。ちょっとわかんないけど。さあ、今日も12時間以上働く、ここからの残業時間がかなり厳しいからな。朝の7時にもう署に入って、夜の2時、まあ、次の日の朝2時まで、26時かだからまでいるって、なかなかの激務ですよね。なんか雨も降ってきて、今日はなかなかどうして物悲しい夜ですけどね。さあ、不審な集団が隣のアパートを出入りしていると、クリームユーリエフから通報。彼らは大きなバッグを手に騒がしく音を立てたり叫んだりしているらしい。おかげでユーリエフ氏の3人の息子が宿題に集中できずにおり、誰かがあいつらに思い知らせてやらないとと言っている。危険だな。非常に危険な香りがするぞ。一挙に殉職者を出すパターンな気もするんで、ここは慎重に人選しつつ、3人護送車も出しましょう。ストロングを失うわけにはいかないからな。で、サンド氏からさらにヘルプ要請。バルガの手下たちが俺たちの関連会社が保有するトラックを襲撃した。このトラックは重要な荷物を運んでおり、中身を知っているのはサンド氏とその代理人だけだ。ドライバーは私たちに連絡を入れようとしたが、回線が途中で切れてしまった。おそらくもう死亡しているであろう。荷物が盗まれてしまう前に何とか手を打ってほしい。わかった。バンダル、ダリアス、それにマギリガディを投入しましょう。ちょっと警官のストックが少なくなってきて厳しいね。よし、騒音事件の方は解決しましたね。さらに自動小銃を所持してたのか。マフィアに売却を依頼しましょう。ひき逃げ事件の方は新たに新しい写真が2枚入ってきたね。そうなるとなんとなく分かってきたね、状況が。黒い車であることは間違いないんだよね。こうなんじゃないか、順番で言うと。まずは、人がいて、こう、いやー、これがね、最後なのは間違いないと思うんだよな。まだダメか。この3枚はちょっと入れ替わりがあるかもしれないですね。もうちょっとで解決できそうな感じもしますね、ひき逃げ事件に関しては。で、盗品売買はまだないか、新しいのは。放火の方はというと、こっちもないね。じゃあ勤務を終了しましょう。はい、というわけで17日目お届けしました。いかがでしたでしょうか。次回は18日目をプレイしていきたいと思います。というわけで、は
い、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。